とうございます。どうですか、今の気持ち。そうですね、世界選手権で負けてしまってから、また新たにこの大会は絶対優勝しようっていう気持ちは当たり前に持って、切り替えてその課題を克服しようと努力して頑張ってこれて、こうやって結果として優勝することができて今はほっとしています。途中ちょっと逆転されてしまった場面もありましたが。そうですね、今回の大会1回戦から激戦が始まって、まあ、そこでも、やっぱり優勝することはもうその心はめげずに、世界選手権の時も1回戦で、強い選手に当たってしまってそこで負けてしまったっていう格好があったので、今回も、そのトーナメントになって、私にとってこれは試練だと思って、ちゃんと戦い切れば私はもうここでもう一段階強くなれると思って、初戦からもうこれが決勝戦だと思って、毎回積み重ねて3回戦目で、まあ、結果として優勝することができて、まあ、3分2ラウンド心を切らさずできたからこそ勝てたなと思いました。世界選手権終わった後なんですけれども、帰ってきてから、まあ、どういうふうに今まで練習してこられましたか。そうですね、今回世界選手権での負けは自分の技術というよりもあったんですけど、心の面での戦いだったなっていうふうに思うので、スパーリングから試合を意識するし、その点数の配分の時に自分の心が 4-0 で勝ってたとしてもまだダメだ、もしかしたらっていうふうな不安が常にある状態で試合することがだったの、試合してたので、今回は勝ってる状態では勝ってるレスリング、まだ私は今勝ってるんだってことを心に言い聞かせてやるみたいな練習をやってました。勝ってるレスリングは具体的に。そうですね、4-0 で勝っていても焦ってタックルに入ってしまう性格なので、自分は勝ってるよと思ってここは見ながら相手のチャンスを狙って入れるところは入れるけど無理はしないよって自分に言い聞かせるようなレスリングをしました。そうですね、初めての世界選手権で優勝したかったですけど、これがオリンピックじゃなくてよかったっていうふうに思えるように今はやっています。どうですか、パリ五輪まであと2年ぐらいですけれども、2023年ちょっとですけれども、どうですか、世界と自分の差というのはどれぐらいですか。そうですね、やっぱり世界トップ選手は何人も強い選手がいて、1人が強いわけじゃないので、やっぱり1人に勝ったとしても他の選手も強いっていう状態なので、やっぱり日本で勝つことは勝ったら世界で勝てるっていうふうに言われてますけど、自分はそうは考えずに、まあ、日本でも勝つけど世界にも勝つ練習をしないとって思ってます。金メダリストの井上選手のことですけど、大会に出てもいいかなと思うんですけれども、そちらの対策というかどういうふうに考えたらいいですか。そうですね、まあどんどんオリンピックに向けて選手の層も厚くなって60人集まったりするんですけど、その分緊張感も高いですし、自分も勝たなきゃって思ってるので、その相手同行というよりやっぱり自分のレスリングを高めて自分の心を強くさせる練習をしたいなと思います。そうですね、大変、ぶっちゃけ本当に大変なんですけど、まあ、レスリングは好きでやってるし、勉強も自分のためだと思ってやってるので、遊ぶとかやっぱり大学生らしいことをするのは少なくなってしまうんですけど、それでも自分は今充実して楽しい状況です。今の目標というか直近の目標としては今どういうことを立ててらっしゃるんですか。そうですね、まだアジア大会のに出場するか、世界選手権に向けてまた大会を重ねていくか考え中です。大会以上になります。ありがとうございます。他に質問のある方いらっしゃいますか。ぜひお願いします。スポーツライターの宣伝ますと、お疲れ様でした。ありがとうございます。はい、去年優勝した時は高校生で、今回は大学生の出発があってですけど、なんか心境的な変化って違いになってますか。はい、やっぱり何もわからない状態で出た初めての大会と、まあ、1回優勝して出る大会はまあ当たり前に違うんですけど、それでも自分でチャレンジャーだって言い聞かせて出ました。でも正直やっぱりプレッシャーもありましたし、今優勝するまでずっと不安はついてきたんですけど、それでも不安に勝つっていう自分の心が強く入れたので、
良かったと思います。1回戦、初戦から対戦相手が元チャンピオンの宮崎さん、かなりハードな戦いが続いたと思いますけど、集中力というのはどのように切らさないで勝てていたんですか。そうですね、やっぱり自分は結構以前1回こういう風な強い選手とばっかり当たる大会を1回経験したんですけど、その時のようだなという思いになりながら、1回戦でこの動きができたら今日はもう私は調子がいいっていうふうに思い聞かせて、自分のレスリングがちゃんとできてるんだから次も勝てる次も勝てるって自分に言い聞かせることを朝からずっと思ってやりました。実際今日は対戦相手のマークがきついな、自分の対戦の分析をよくしてるなと思った場面なんかありましたか。はい、ありました。でも自分のレスリングに対してこうしてくるであろうっていうのは考えてはいたので焦りはしなかったです。わかりました、ありがとうございます。ありがとうございます。自立審査の橋田と申します。河合選手 の、 今のご自分との距離感っていうのはどんな風に見てますか。まだ対戦したこともないので何とも言えないんですけど、やはり世界オリンピックチャンピオンですし強い選手だっていう認識はあるので、自分も天皇杯、明治杯優勝してるし絶対戦える、最後まで絶対戦い切れるっていう思いはあります。皆さん、大学の学業も大変だと思いますけども、はい、どんなところが大変。まあ、授業のレベルも高いですし、課題だったり、課題ですかね、課題が大変です。どんなことを大学で学びたいというふうに思います。今はいろんな分野を学べるので、いろんな分野にチャレンジしたりしてみて、こういう喋り方であったりコミュニケーションの授業を取ってみたり、語学の授業を取ってみたりとか、あとは体 の代謝とかそのメカニズムについて学んだりとか、いろんな分野を知りたい、どういういろんな引き出しを持ちたいなと思っていろんな授業を取ってます。ありがとうございます。黒星さん、ありがとうございます。先ほど自分は勝ってるかって次も勝って、非常にポジティブなところの仕方、はい、ご自身の中で意識的に気づきやすいや、またまたアドバイスが。そうですね、やっぱ試合を重ねていくたびに自分の弱さを、そういう試合でそういう弱さを自分で気づいて練習に持っていって、練習でも試合と同じような心のネガティブな心になって、でやっぱりそれで自分はそこがいけないんだっていうのに気づいてっていう、でそれを課題にってやってるので、まあ、心の部分は自分です。自分で考えてます。授業とかでそういうの。あ、違います。はい。語学は何を学びたいのか。あ、韓国語を今学んでいたんですけど、次はフランス語とかやってみたいなって思ってます。そうですね。はい。ありがとうございます。質問なければ、こちらで終了させていただきます。では、ありがとうございました。ありがとうございました。Gracias.